というわけでスプラトゥーンをやります。世間がスプラトゥーン2前夜祭の動画を上げている中、僕は今日しれっと YouTube にマリオカートの動画を上げたので、その強い意志を感じ取った上で、9時まで知ってる知ってる、余裕で知ってる、ここで回せる意味あるここで回せる意味ある、うわ両方回る、両方回るんや、知らんかった、ボーイにしよう。じゃあこれでもかっていうぐらい黒くしよう、黒前作よりもちょっと人種問題に配慮したぐらい色変わるやん、白、あ、じゃあもうおとなしくイエローモンキーカラーでいきますね。目の色、目の色だけこだわろう、目の色、私がすごい好きなのがこの色なんですよ、エメラルドグリーンなんですよね、めちゃくちゃ好き。これにさらにもうちょっと青が入ったらさらに好きなんですけど部屋、ヘアスタイル絶望的か、終わりか終わってんのか、なんで今回さガールの髪型みんな可愛いのにボーイの髪型こんな終わってんの。え、ちょっと待って、ちょっと待って、お前ちょっとチンコ取れ、今すぐチンコ取れ、なんでもええわ、ガールの髪型見せろ。あ、まあ、まあ、あ、うん、チンコつけろ、もう一回、もう一回シュートしろ、よしこれかなこれ、これかなこれ、これ嫌やな、なんかかといって、なんかこんな、これ、これもな、サッカーやってそうやもんな、これかな。あ、下も選べるようになったんや、じゃあ、君サッカーやってそうやし、これでで、OK？ うん、いいよ、なんでもええわ、これで OK？ って別にここで悩むようなとこでもない気がするわ。任天堂プレゼンツ、うん、もうあんまり時間ないからさ、感謝祭終わっちゃう、感謝祭、前夜祭終わっちゃうから、感謝祭って、あ、なんかこれチュートリアル入るやつか、もしかない、もしかしてチュートリアル的な入るやつかな。 OK OK、 わかったわかったわかった、あー、これもう完全にジャイロで操作することを前提とした、もう僕ジャイロ使わないんです、ジャイロなんて使ったことないんで、ちょっと生まれてこの方ジャイロなんて使ったことないんで、あー難しい、あー、ちょっと、え、お、遅ない？カメラ、ジャイロの時のカメラ回るスピード、ジャイロって上下を決めるもんやと思っとってんけど、ある程度は右左もコントローラー振ってもしかして選ばなあかんのかな、知らん、ここどこええの、こんな絶対に自分に権利がない工場、えらいドロドロにしたけど、ええの、叱られそう、もう大丈夫、もう大丈夫、もう大丈夫、すごい、ありがとうな、すごい、めっちゃ丁寧に、今回チュートリアル充実してるやん、新規ファンが増え、あ、これ、あ、どういうこと、そういうこと、下の説明文一切読んでなさすぎて何が起きてるのかわからん、もう新規で今まで一回やったことない人用のやつすごいやん、よし、あ、これが新しい街か、こいつら誰やねん、こら塩からず出せや、どつき回すぞ、おら、姫ちゃん持ち帰るぞ、おら、飯田ちゃんはまあええわ、あ、でも飯田ちゃんって後輩キャラなんや、このガングロギャルみたいな見た目で、このクソロリ、この苦労人後輩キャラということでちょっと人気よく取ろうとしてるな、こいつ、わかったぞ、
お前そういうことやな、お前ら。まんまと引っかかるぞ、俺はそういうのに。ちょっと設定だけさして、ジャイロ切って、で、感度 2.5。 で、どっから投票すんの、これ。どっから投票すんの。完全に投票する場所がわからん。完全に投票する場所わからんし、完全にこういうの食べるし。え、ほんまに食えんの。バトルでゲットできるお金や経験値が、え、嘘。お前靴やどうしたん。あ、すいません、ないですないです。あ、すいませんでした。こいつ何してんねん。絵は関わらんとこ。ちょ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 、どっから投票すんねん。あ、こっか。どっちに、どっちを聞く、ポップかロックか。うん、ポップかな。僕もウルトラポップス大好きおじさんやし。急がな、急がなあかんねん。急がなあかん節あんねん。実は急いでんねん。経験値、あー、もう今日、大丈夫大丈夫、生きてる、生きる生きる、俺そういうの大丈夫やから。なんかそういうので、あ、ちょっと待って、武器は、武器選べへんの。ラールを使わ、ラールってなんや。ローラーを使わしてくれ。ラールってなんや。ラ行以外の何もないやんけ。行くぞ、おら。前夜祭行くんや。前夜祭で使えるステージって何ステージぐらいあんの。ほら、もうめっちゃ今始めたばっかりの人と当たる。あ、でもカリスマがいる。カリスマガールに包まれてる。うわ、どうしよう。どうしよう、なんか、すごい、なんか、めくるめくこと起きろ。あれ、君、もしかして新人とか言って囲まれろ。あ、そうっす。よろしくお願いします。私たちカリスマなんだけど、かわいいみたいな空気出ろ。になれ。そんな感じになって、LINE 交換する感じになれ。ここは知ってる。このステージは知ってる。このステージは知ってるから任せろ。見たことある。でもあんまりローラーで来ることないから。あ、そっかあれや、石いつもここは、あの、基本的に僕はあのサブがあれローラーコラボ、ローラーコラをよく使うので。そうだわ、あのビーコンがないんだわ。ビーコンって単語が全然出なかった今。ビーコンって単語出なさすぎてビーフンって言いそうになった今。なんか、え、あれ、インクの消費量がでかい代わりに、気のせい、インク消費量がでかいけど、回復も早い気がする。ギアついてんのかな、もしかして。よいしょ、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 よし、道は作った。俺、道は作った。ちょっと待って、地図を開く方法がわからんかった。よし、地図を開いて味方のところへと思ったのに、地図開くボタンがわからん。あ、みんなちょっとでも今コメント見れへんから、俺の脳内に送ってくれ。地図開きボタンどれや。あっち、俺あっち行く。地図開きボタンはどれ。なんか多分でも今スタートボタンを連打したけど開かへんかったから、多分そうじゃないやつで、このボタンは正面戻るボタンやから、多分このボタン。はい、正解。ゲームやっててよかった。今のはゲーム感だけで当てた節がある。使ってないボタンはどれっていう。あー、なんかえらい買ってないですか。ふぅー、ポッポポポポポ。今奇跡の勝利ありましたね、今。オーラボケ。あーん、あ、スーパー着地で飛んでる間もできじゃないんや。そうなんや、早めに言ってほしかったな、それ。君に決めた。今聞いたけど、こっちのチームのローラー率すごい。あ、これは下側をまず、あ、うまい、ナイスナイスナイスって言いたいけど、ナイスっていうボタンももしかしたら変わってるかもしれへんから、
今までない数やったボタンを押したらファックとか言い出すかもしれん。その恐怖心、あ、ちょっと誰か一人裏回りされてる。あいつは俺が潰す。お前は俺が潰す。そういうのは許さねえ。それがポップボーイ。普通のポップボーイは許さねえのさ。そういう小尺なプレイは、小尺なやつはあまり好きじゃないのさ。普通やポップボーイがとかじゃなくて、それ普通にみんなそうや。ふう、勝った、勝てる、勝ってしまう。ポップで申し訳ない。あー、ファッションモンスター。もうお前ロックのチーム入ったやつら絶対一生キャリーパムパム聞くなよ。中田康隆から離れろ。よーし、